こんにちはショータです、えー、今回なんですけど、まあ、ハンニバルが今来ているっていうところで、ハンニバル取った方非常に増えたかなと思うんですけど、まあ、このハンニバルですね、非常に耐久性の高いキャラクターになっておりまして、また長老でですね攻撃も引き付けられるっていうところがあって、なかなか厄介な、えー、副賞となっておりますので、まあ、対策ですね、について3選話していこうかなと思います。まあ、具体的には、 まあやっぱりですね火力で倒してしまうっていうのが一番の対策かなとは思うんですけどそれ以外の対策について考えたので、まあ、お聞きいただけたらなと思いますでまあ結論を最初に言ってしまうと柳生宗則ですねこのキャラクターが正直一番強いかなとあの今回 MR キャラクター全員見直してみたんですけど思いました それでは目次になります。まず最初にハンニバルの特徴について話します。で、まあ、ここから対策参戦になるんですけど、まあ、まず一つ目ですね、メインキャラクターの HP をもう全力で上げるっていうことが対策になるかなと思います。で、続いて、集中攻撃ですね、のキャラクターを使うことでハンニバルに攻撃が引き寄せられなくなるので、まあ、そういったキャラクターを使えばいいのではないかっていう話と、最後に、生後剥がしをしてしまえばそもそもハンニバルそんなに怖くないっていうような話をしていこうかなと思います。 と思います。で最後にまとめをやらせていただきます。えそれではまずハンニバルの特徴となります。えまあ、ハンニバルの特徴としてはですねえ、スキル1に集約されております。まあ、スキル1の最初の三行ぐらいに集約されているのかなと思うんですが、え2ターンの間え自身が長老聖護状態と。 援護正合状態になり、えー、受けるダメージが75%減少ダメージ反射が50%増加命中された時に30%の確率で1ターンの間相手を流血罪悪状態にさせるというところがありますでパッシブでもですね、えー、体力値レベル ×100 を増加した上で新月正合状態になることで、まあ、相手のクリティカル率も下げることができますしあの疑似復活ですね、えー、致命傷を無視した復活も可能というところで、まあ、非常にですね えー、耐久面協力っていうところがあります。 武器を見ていただくと体力値レベル ×260 であったり防御力レベル ×240 というところもあるしパッシュブにですね HP 上限62%も増加するというところで非常に耐久性高いところがわかるかなと思います物理回心耐性70%、砲術回心耐性50%もありますしね、まあ、このキャラクター非常にもう耐久面に振り切った武将というところで非常に耐久面強力なキャラクターとなっております 特に HP62% アップと、まあ、武器も入れると体力レベル ×360 という非常に高い HP 補正のパッシブが入っておりますので、えー、長老ですね。えー、こちらはハンニバルの HP がですね、えー、相手の HP 上限よりもまあ高いときですね、えー。ハンニバルの HP 上限がまあ相手の HP 上限よりも高いとですね、えー、まあ長老によってほとんどの攻撃を引きつけられるという状態になります。 まあ、あの、集中攻撃以外はですね、基本的にはこちらの長老っていう状態で、ま、ハンニバルに攻撃が飛ぶっていうような状態になります。で、メインの耐久性能なんですけど、まあ、もちろんパッシブでも非常に高いんですけど、一番の、えー、耐久の肝になっている部分は、スキル1の、えー、援護ですね、に入る部分かなと思っていて、ここがま、2ターンっていうのが弱点部分かなと思います。まあ、なので、援護に対して対策をしていけばなんとかなるんじゃないかというような考え方です。 えまずはメインキャラクターの HP を上げるというところになります。というのも先ほど言ったように、長老状態は、えー、ハンニバルの HP 上限以上にこちらの HP 上限を上げてしまえばですねあの、全く意味のないものになりますので、まあ、それを目指して育成するというような方針になります。まあ、基本的には宝石や鍛錬、えー、とかですね、装備も神弦3日月にっていう HP をできる限り、まあ、上げるような育成をしていく必要があるのかなと思います。 まあ、副勝育成で、えー、体力特化にしてもらうっていうのも、まあ、一つの方法なのかなとは思うんですけど、まあ、なかなかですね、まあ、難しいところであるのかなと思います。というのも、まあ、ベースとなるパッシブ性能ですね、先ほど言ったようにハンニバル、非常にですね、HP を補正するようなパッシブ、高いすぎるんですよね、他のキャラクターに比べて。で、まあ、ちょっとベースとなるパッシブ性能は負けているので、それ以上に、まあ、要は、相手のハンニバル以上にこちらの、 メインキャラクターの HP 関係を育成する必要があるっていうところでですね、まあ、正直あまり現実的ではないのかなと思います。まあもちろん奥義の差とか、そういったところで逆転することは全然可能なのかなとは思うんですけど、同格だとなかなかあのハンニバルの HP を超えていくっていうのは難しいんじゃないかなと思っています。で、続いてですね、集中攻撃キャラクターを使うっていうところがあります。というのも、あの、長老は集中攻撃。 を使うことでですねあの無視して他のキャラクター攻撃していくことが可能になっていますでそれどこに書いてるあるかっていうとですねあこちら風魔小太郎のスキル1になるんですけどまあ最大攻撃力が最も高い敵を6回集中攻撃しって書いてあるんですがここのまあ、4文字ですねこの集中攻撃っていうのが書いてあるとですね あのこちらの長老を無視して攻撃していくことができるキャラクターたちという風になっております。で、MR キャラクターで集中攻撃できるキャラクター、えー、ちょっと漏れていたら申し訳ないんですけど、えー、関心、風魔小太郎、カエサル、スパルタクス、リコ大谷オですね。まあ、この6名が集中攻撃できるキャラクターとなっているのかなと思います。まあ、リコとか大谷氏に関してはですね、まあ、かなり使われている方も多いのかなというようなところありますので、 まあ、こういったキャラクターで、えー、援護状態が、まあ、例えばですけど、援護状態切れるまでは、こういったキャラクターで、他の、えー、ハンニバル以外のキャラクターを攻撃していくっていうような作戦も、まあ、あるのかなとは思います。こちらに関しても、まあ、ハンニバルの長老の対策としてはいいのかなと思うんですけど、まあ、そもそも根本的な解決になっていないっていうところはあるので、まあ、次に示すですね、まあ、生後援護状態を解除していくっていうのが一番のおすすめになるかなと思います。えー、それでは、生後を剥がしをしていく。 というようよなな作戦になりますす、えーまあ、援護と長老ですね、まあ、どっちも解除しちゃえばですね、まあ、そもそもハンニバル全く怖くなくなってしまいますので、まあ、こちらが一番根本的な解決になるのかなと思います、えー、ただし生後剥がしにもちょっと問題がありましてあの生後の付与数ですねというのはまあいろんなキャラクターですねあの当然のようにあの生後不状態を付与するキャラクターというのは増えておりまして、えーえー、生後状態の数 5つとか6つとか、まあ、普通にですねそれぐらい付与されていることっていうのはあります、まあ、かなり数のインフレっていうのが起こっているんですけど、まあ、生後介助はですね1つ解除するっていうものばっかりなんですよねここがちょっとネックになっていてあの、まあ、結局どの生後状態が解除されるかはあの選べませんのでこの1つずつ解除っていうのが非常に厄介なところになりますで生後解除 キャラとしましまては、ですね、まあ。この6名がいるのかなと思います。 でまあ私としてはですね、柳、え、生、ー、宗則、このキャラクター、あの改めて見るとかなり強いキャラクターだなぁと思いまして、というのもですね、残り HP パーセンテージ、こ,れこちら、柳生宗則のスキル2になるんですけど、残り HP パーセンテージが最も低い敵を8回攻撃し、毎回720%の物理ダメージを与える。 で毎回攻撃前、えー、敵の残り HP が50%より低い場合100、100%の確率で全ての、えー、有益状態と一つの整合状態を解除であります、えー。まずここまでをまとめるとですね、えー、残り HP パーセンテージが最も低い敵、 としか書いてないので、こちら集中攻撃ないのでまず長老に引きつけられるんですよね。それがむしろ良くって8回も攻撃するんですけど長老に引き寄せられるっていうところで一、えー、つの正五状態をまあ、8回攻撃、えー、解除することができるので、まあ、これだけで8個の正五状態解除することができます。まあ、これだけ解除することができるとですね、あの基本的にはま長老は解除することができるのかなと思いますので非常に。

優秀ななポイントかなと思います、まあ、ただ、あの長老先に解除してしまうと、おそらく攻撃対象が変わってしまうのかなと思うので、まあ、長老解除できる、少なくとも長老は解除できるというところが非常に優秀なポイントになります。で、まあ、これ、極め付きはですね、最後の文章、えー、敵を撃破できなかった場合、このスキルを、えー、1回追加発動するというところがありますので、このキャラクターだけでなんと16個の生後状態を解除することが可能となっておりますので、柳生宗則、このキャラクターのスキル めめちゃめちゃゃ強いいかなと思います複数回、えー、生後状態を解除できるキャラクターとしては、まあ、リコーと大ヤシがいるんですけどリコーに関してはスキル2ですねでこちらで複数回、えー、解除していくことができるのでいいのかなと思うんですけど大ヤシに関してはスキル1ですね HP パーセンテージが最も高い敵を集中攻撃していくっていうところで、まあ、長老に引き寄せられないっていうところが、まあ、逆に ネックであったりするのと、最例状態のターン数が5ターン以下じゃないといけないっていうところがありますんで、やっぱりですね、安定的に成功状態を解除していくのであれば、ウムネノリが最強なのかなと思います。 それではまとめになります。まず一つ目の方策としてメインキャラの HP を全力で上げるのがいいのかなと思いました。ただですね、ハンニバルの HP 関係のパッシブっていうのが非常に高いので、まあ、同格だとあまり現実的ではない。まあ、多少お相手の方が格下であれば現実的なのかなとは思うんですが、ちょっと現実性がないっていうところがあるかなと思います。で続いて集中攻撃キャラクターを使うっていう手があるかなと思います。 えー、援護と長老ですねこちらは2ターンしか、まあ、持続ターン数ないので、まあ、それが切れるまでの時間稼ぎとしてこういった集中攻撃できるキャラクターっていうのを使っていくのがいいのかなと思いました。 で最後に生後剥がしをしてしまうこちらが一番根本的な解決にはなっておすすめではあるんですけど、まあ、現状ですね、えー、生後剥がしを複数回できるキャラクターが柳生、まあ、宗則以外ですね、まあ、あまり現実的ではないというところがあってかなり選択肢が絞られるというところがあります。 まあ今後ですね、生後剥がしキャラクター、まあ、複数個の生後剥がしですね、できるようなキャラクターっていうのが増えてくることでですね、相対的にハンニバル倒しやすくなっていくのじゃないかなとは思います。まあ、現状なかなかハンニバル突破するのは難しいっていうのがまあ現状かなと思います。えー、これで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。